いや、本当になんかこう経営者ってちょっと孤独な部分あるじゃないですか。本当にこう自分で判断していかないと、もう分からへんって思って、それをスタッフにこう悟られないように、なんかこう、まあそのね、そこで働いてくださってる方々も不安になっちゃうから、なんそうとですかよこうね。堂々とおらなあかんねんけども、やっぱり不安なんですよ、すごく。もうだから一つは社員をね、自分の同志として引き込めるかどうかってあるんですよ。同志っていうのは同じ目的を共有する本当の意味での仲間にすると孤独にならなくなる。ここがちょっと難しいとこなんですが、経営者と社員っていう関係ではなくて同じ目的を共有する同志なんだっていうところにしていくと、社員にも、まあ、悩みも打ち明けられるようになるし、距離感も近くなっていけんじゃないかなと思うんですけど。いやー、それ難しいですもんね、それね。いや、そうですまさにね。こう、久野先生はそれを、こう、なさってるっていうのは、すごく僕は今、久野先生の元で働かれてる、方々と、いろいろとこう、まあ、会社のことでご相談させてもらう機会が多くて、どの方もやっぱり久野先生のことを、もう尊敬してるし、久野がっていうことを、どんだけこの人、久野先生のこと好きやねんっていうのを、すごく感じますもんね。だそういう形に、まあ、それがいわゆる同志っていまあう。そうですよね。これ同志になるのはですね、自己開示なんですね。自分の弱みを見せていくしかないですね。経営者だって言って強がっててもですね、うまくいかないんで、もう自分弱いからね、みんなで一緒に頑張ろうっていう。そこはでも小島社長得意だと思いますよ。そうですね、ちょっとね、こうまあ、その辺もちょっとこう自分、もうこの先生喋ってると、やっぱりこう、ここ改めなあかんなとかっていう部分がですもね、ごあいる意味出てき今ます。回ね、リスナーの方にもね、全部我々自己開示して、経営者の悩みっていうのね、スキルはあっても経営者、どんないいものを作ってる人も、経営で悩むってこといっぱいあるから、ここのところはもうリスナーの方たちにも開示して、もう一生懸命頑張りますよという。そうですね。わかりましはい。た。というわけでそんなごとざいころまでして、すね。次回、第3回なんですけど、5月20日ということですから、とりあえず先生、営業っていうところで、50件を5月中に行いますということだったの行で、います。で、そこ電の話の方フは、ォローアップもちゃんとやりますよってね。できたらそこから受注しましたとかって言ったらね、最高ですよね。そうですよ結果がね。出ましたから。だからこの第3回目にちょっとその辺の結果報告ができるように動きそうたでいすと思いね。ます。ではい。もこうやって、まあ、久野先生にこうきっかけというか目標作りをこういうふうに、ね、出していただけるので、なんかこう、なんか重い腰が上がるというか、これでもすごいいいきっかけですもんね、本当そうに。ですよね。一人だけでやってるとね、なかなか先送りしちゃうこともありますそうかなんらでね。す、そうなんです。やっぱり甘えちゃうから、また今度っていうのが結局ね、やらない形になってくるから、これは自分にとってもすごくいい。まあ、ほんで、それをまた全部公開してますから、これやらんそうでかっすたね。ら、何もやってへんかったかいということになりますので。有言実行でいいと思うんですよね。みんなにね、皆さんに言って、もう我々こうやって頑張りますよ、経営者もっていうね。経営者も一人間ですからね。これ今ね、昨日、同じ、こう、業界の、就農計画の代表の方も、ああ、代そう表でのすか。方はい。が、これを聞いてくださってて、ああ、いいです聞いてるね。よ、面白いねって言ってくださって、で、まはた、い。ちょっと私ともミーティングしようよって言って、いろんなアドバイスを、昨日4時間、はいろんなアドバイスをくださって、で、まあ、なんかそこからヒントを得たこともたくさんあって、またミーティングしましょうね、とか、いう、コメントもいただいてまして、ありがとうございます。というわけでございまして、第3回はですね、5月20日、木曜日ですね、15時から、お送りいたします。で、
久野先生の、YouTube チャンネル、こちらの方毎日3回なんと更新されておられますが、こちらの方もですね、この、今日の生配信がですね、またこう編集して分割して、毎週のように、またアップされていきますので、久野先生の YouTube チャンネル、そして私の収納時コジマジックチャンネル、チャンネル登録、そして高評価の方何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、はい、久野先生、また5月20日、はい、よろしくお願いします。久野先生の方から何か告知することはありますか？私ですか？私も大したことやってませんので、はい、うん、最近私、ダンスの発表会やります。あ、ダンス、そのものとかも、久野先生の SNS 見ていただくといろいろとわかりますので。ね、はい、ダンサーもやってます。ねえ、もう本当に、いろんなことをチャレンジされて素晴らしいなと思うんですが、またまたそちらの方もぜひチェックしていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、久野先生どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。さよなら。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。